とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、タマ攻略ですね。今回2回の報酬で出てくる、釣り竿を使ってクリアができるのか、それをやっていきたいと思います。難しいところが、今回、おそらくね、5回と13回、あと18回と、28回かな?その4つが難しいと思うんですよね。まあ、そこを釣り竿で攻略できていけるのか、ちょっとやってみたいと思います。それではまずは、序盤の難関の5回ですね。途中でね、ものすごい数、そこそこ強い奴らが出てくるんだよね。そこをどう切り抜けるのか、それが問題になってきます。この後かな、出るのは。一応、壁を使って、全員から狙われないようにはしときましょう。どうだ?あ、余裕だ。余裕だ。ああ。なるほど。ほら、余裕だわ。うん。めちゃくちゃ余裕になりますね。で、あと、上に、1体、強力なモンスターがいるんだけども、そいつも、おそらく、速攻で倒せるんじゃない？普通だったらね、パワーシェイカー使って、ガシガシ行くんだけども、あ、うん。余裕。余裕です。やっぱ釣り竿強いなぁ。では、5回は行けました。次、13回だね。10回のボスですね。ボスはね、これ問題ないと。全く問題なさそう。ちなみに、武器を、パワー承認で上げました。道中がね、やっぱり、バーストクロスボウがないと辛い。道中はちょっと辛いけどね。でもこういうところでは、強いよね。こういうところでは強い。ただ道中がきつい。続いて13回ですね。ゴーレムの HP 更新するの忘れたけども、大丈夫かな?ここがね、多分、一番難しいのかな?今回で。危ねえ!あ、ポーションバリアが使えなかった。そうだそうだ、ちょっとポーションを使えるようにしていかないとね、それはさすがに無理だわ。この装備ちょっと脆いんで、仕方ないよ。でも、分かってさえいれば、いける。オッケー。釣り竿がね、一回入り出せばもう全然余裕だよ。いける。これはいける。たとえ、エンチャの敵だとしても、全然余裕なんだよね。まあまあ、ちょっと今のは良くなかったな。まさかポーションが、再使用中だったとは思いもしなかった。いや、ちゃんとそこは見とかなきゃいけないんだけどな。はい。あれ?ああ、いた。いいんじゃない?このサイスが、パワーアップしていくと、だいぶ行きやすいですね。まあ、ただし、ポーションバリアが使えるかどうかはちゃんとチェックしないといけない。次は18回ですね。18回も難しいんだよね。まあ、ゴーレムはなしで行きましょう。ゴーレムなしで、ちょっとやってみようかな。まあ、出てくる場所は分かってるんで、そこに、張り付いとけば、いけるっしょ。いける。まだ出るよね。いや、まだ倒さないといけんか。ちょっと待って。いや、分かってんのよ、出るところは。でも、建物の影で全然見えなかった。オッケー。やばい。やばい。そうか。やっぱり釣り竿だけじゃちょっと厳しいな。やっぱゴーレムはいるわ。ゴーレムがいて、初めていい感じになるかな。まあ、全然いけるにはいけるんだろうけど、やっぱりタンクが欲しいよね。このクリーパーのね、盾となってくれる。タンクが欲しいところよ。いけ。
いや実際倒せるんだよね、このネクロマンサーは。ネクロマンサーは倒せるんだけども、こう間から来るクリーパーがきつい。うん、なのでこのセットは最適かもね。ゴーレムと釣り竿とエンチャンターの章、これ間違いないかもしれない。今回は続いては20回のボスですね。名もなき者も余裕だと思うよ。ドラがなくても、本当はドラないと結構きついんだけども、いけるよ。あ、余裕です。ドラなしでも余裕で勝てる。あとここも難しかったね。24回、ラビジャーが出てくるところですね。ここも行ってみましょう。まあ問題ないよ。うん、それぐらい釣り竿は強い。 OK、 ちょっと待って、あっちょっと待って、ここそうクリーパー出てくるのよ。舐めてたら終わります。そうなの、ここクリーパー出るのよ。おい、ラビジャー自体は倒せるのよね。うん、やっぱり倒せるはするの。でも注意すべきはこうクリーパーだな。そうだわ、ラビジャーが脅威かと思いきや、一番注意すべきは途中から間を抜けて出てくるクリーパーなのよね。そうまあまあまあいいんじゃない。このね、釣り竿ばっかりを使わずに、基本的にはゴーレム強化ビルドっていうことで、やっていくべきだな。では28回来ました。ここも基本的にはゴーレムビルドっていうことでね、動いていかないと。うん、基本はゴーレムよ。でゴーレムが仕留めきれなかったやつが、ほとんど仕留めきれてない、いい動きしてくれなかったな。でもそれでも全然、うん、いけましたわ。はいはい、最初のね敵の集団さえ倒してしまえれば何とでもなる。うん、いいね。しゃ、ポーションバリアで突っ込んで、で敵の中心で釣り竿連打をすると。うん、これ重力もついてたんで、重力つけていくっていうのもありだね。うん、だったらもうちょっと楽になるかもしれない。まあ火力は落ちるけど。それではボス行ってみましょう。武器がカトラスですね。働き鉢、リフレッシュ、クリティカルです。火属性がついてるね。で防具に無防3入れました。一気にいけないだろうかなと思ってね、まあ、だいぶ危険にはなるんだけども、ちょっと最初にテンポセフトで動きを遅くして、釣り竿で連打してみようかな。いきます。いけ、あんまりあんまり入らなかった。いやでも十分、うん、あ全然十分だよ。次無防備になった時にちょっと一気に攻めて、いけ、あこれ完璧だわ、完璧。はい、やっぱりねボス戦にはものすごく強い。うん、まあ、ただしクリーパーにはちょっと弱いかな。クリーパーにはちょっと弱いけども、まあ、強力な敵に1対1で戦う際には抜群ですね。では報酬見て終わります。今シーズン1個もいいのが出てない。ダメだ、よくないなあ。まあスポンジにしときますか。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。